古墳の所在する、丘陵中央級の頂部に所在。左に続く、尾根の先に、竜の口山山頂が位置する。備前、車塚古墳は、岡山県岡山市中区四岡見、湯波様にある古墳。形状は、前方後方墳。史跡指定はされていない。岡山県南部、岡山市街地中心部から、東方の竜の口山から伸びる尾根状に築造された古墳である。 これまで1956年に石室が発見されて副葬品が出土し、1967.1968年に岡山理科大学釜木研究室、岡山大学考古学研究室による発掘調査が実施されている。噴形は前方部がバチ型に開く前方五方形で前方部を正方に向ける。噴球は二眼蓄成。噴球表面で 埴輪は認められていないが、隠れ木による列石上の吹き石を明瞭に依存する。主体部の埋葬施設は、後方部中央における縦穴式石室で、地山岩盤を掘り割りって構築される。石室主軸は、墳球主軸と直行し、長さ5.9メートル、幅1.2メートル、高さ約1.5メートルを測る。石室の上面は、天井石8枚で覆われ、 内部の粘土床に先竹形木管が据えられる。この石室内からは三角園新獣鏡11面をはじめとする多数の副葬品が検出されている。この備前車塚古墳は古墳時代初期頃の築造と推定される。豊富な副葬品からは当時の勢力の大きさが示唆されるとともに三角円新獣鏡の同伴教論の基準資料としても重要視される古墳である。 なお、被葬者は明らかでないが、岡山市,市では、古事記に見えるきび上道のおみその大きびつ彦の命に否定する説が挙げられている。古墳の規模は次の通り。1956年の石室からの出土品は次の通り。また19、1967.1968年の調査において、石室内から、鉄属、鉄府、鉄剣鉄刀,鉄,刀鉄棒残片、槍ガン 弓などが、石室上面から弾きが検出されている。現在では湿度鏡は東京国立博物館で保管されている。ありがとうございます。